はい、南海キャンディーズの山里亮太さんと女優の蒼井優さんが6月5日双方の所属事務所を通じ結婚を発表しました。山ちゃんこと山里亮太さんが話題になっていますね。今回はこの山里亮太さんについてググってみました。山里亮太さんとは本名山里亮太、1977年4月14日生まれ、42歳、千葉県千葉市の出身です。血液型は AB 型、身長178センチ、職業芸人、声優、ナレーター。所属事務所は吉本クリエイティブエージェンシー。略歴です。家族構成は父、母、3歳上の兄との4人家族です。父の清美さんはゼネコン社員として働いていました。しかしその前はプロボクサーでした。母の文代さんは鹿児島県の出身です。スケバンだったという噂があります。長男の大輝さんもヤンキーに育ったそうです。山ちゃんもやんちゃだったと言います。学歴、地元の千葉県にある千葉市立さつきが丘東小学校に入学しています。小学校では一番の問題児だったとか。何回も母親が小学校に呼び出されていたほどです。中学校は千葉市立さつきが丘中学校に進学しています。中学校時代はバスケットボール部に在籍しています。また学力も優秀だった、千葉県で上位に入れるほどと答えています。高校へは千葉経済大学附属高等学校、偏差値51へ入学しています。私立の男女共学の高校です。高校でもバスケットボール部に在籍しますが、レギュラーには慣れていません。そして高校の時、周囲から面白いやつだということからお笑い芸人を目指します。その後お笑い芸人を目指すため大阪の NSC 吉本総合芸能学院を志望しますが、両親の大反対にあい、官官同立レベルの大学に合格したらという条件を出されてしまいます。山ちゃんは必死に勉強して一浪して、関西大学文学部教育学科、偏差値 57.5 に合格しています。大学受験時の予備校は東進ハイスクール千葉校に通っていました。大学3年生の時に念願の NSC に入学しています。在籍時の2000年に最初のコンビサムライパンチを結成しましたが、卒業2週間前に解散しています。卒業後は元暴走族の総長だった相方西田富夫と足軽エンペラーズを組みました。その時はボケ担当でした。 TBS ガチンコの企画漫才道で優勝しますが、2003年3月にコンビを解散しています。解散理由は山ちゃんが相方が書くネタにダメ出しをしまくったためです。2003年6月 NSC 卒業後3年後に今の相方しずちゃん、山崎静代とコンビ名スズランを結成し、ツッコミ担当に。その後吉本の先輩の悪ふざけによってコンビ名を南海ホークスに変えられました。後に南海のスター選手だった門田になり、今の南海キャンディーズに落ち着きました。山ちゃんもしずちゃんも野球に詳しくありませんでした。瞑想はまだ続きます。キャンディーズという70年代アイドルに引っ張られて、山里がランちゃんに改名、わずかな期間ではあるがしずちゃんとランちゃんと名乗った。さらに先の門田をリサイクルすべく、山里は門田ランに再改名している。2004年 M1 グランプリの決勝にいきなり進出して注目を集めます。2010年4月21日から日本テレビ密室謎解きバラエティ脱出ゲームゼロでゴールデンタイムレギュラーの初司会を務めます。あ、声のみの出演です。2000年代末期頃から
ナレーターとしても活動しています。山ちゃんは声がいいですよね。同時期から相方の山崎静代が一時期ボクサー活動に専念していたことなどから南海キャンディーズとしての活動はあまり見られなくなりました。2006年前後から役者としての仕事をこなすようになり、テレビドラマ、映画にも出演することが増えました。2019年6月5日、約2ヶ月間の交際を経て女優の蒼井優と結婚したことがスポーツ紙で報道されました。2人を引き合わせたのは相方のしずさんでした。蒼井優と共演した2006年9月の公開映画フラガールがきっかけです。記者会見の司会は山里軍団のGAG 宮戸ひろゆきが務め、蒼井優と大親友のしずちゃんも出席しました。山里亮太はレギュラー16本を超える超売れっ子の芸人です。